ホリエモン、R1 グランプリに初参戦。今度はお笑い界に殴り込み、一人芸日本一を決める。R1 グランプリ2018に、ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏、45、が、初出場することが、いつか、わかった。同日に公式サイトで発表された。会社経営、ロケット打ち上げ、アイドルプロデュース、世界最大規模の、ニューハーフ、女装、男の娘の祭典のホリエモン万博など、多方面で活躍する堀江氏が、お笑い界にも進出する。その舞台となるのが、まさかの R1 だ。昨年は、お盆で股間を隠すという、ギリギリの裸芸を披露したアキラ 100% が、一昨年はパンツ1枚で誇張しすぎたモノマネを披露したハリウッドザコシショウが栄冠を勝ち取ったコンテスト。R1 グランプリ2018予選は、昨年末からスタート。すでにドンテン三男坊、八幡薫、トレンディエンジェル高志、吉田豊らが、2回戦に駒を進めている。ホリエモンが出場するのは、9日の東京、新宿シアターブラッツ。アルコ&ピースの坂井、桑田マスに、島蔵ジェット、相撲芸人赤津、ハブサービス、八木マスミ、とにかく明るい安村ら、実力者も多く出演する中で、ピン芸人デビューを果たす。どんなネタをやるのかは未知数。ただ、R1 は、落語、一人コント、モノマネ、フリップ芸、裸芸など懐が深い。これまで、思いもつかないことをして話題をさらっていた、堀江氏だけに、注目が集まりそうだ。R1 グランプリ2018。1回戦は東京、名古屋、静岡、北海道、福岡、大阪、埼玉、千葉、沖縄の各地で、13日まで行われ、決勝は今年春にカンテレ、フジテレビ系列の全国ネットで生放送される。